どうですか。おう、残りはいつ払うんだよ。ほら、来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。ああ。すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り半って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合い入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。